ルーカス・コネチは、チェコのブルノ出身の元プロボクサー。元 WBO 世界、スーパーウェルター級暫定王者。チェコ初のボクシング世界王者。アマチュア時代、コネチは1997年、世界ボクシング選手権大会、1999年、世界ボクシング選手権大会ライトミドル級部門で、銅メダルを獲得。その他、 1996年ヨーロッパジュニア選手権で銀メダルを獲得。チェコアマチュアボクシングチャンピオンに5年の長期政権を築いた実績を持つ。2000年にはシドニーオリンピックに出場したが、1回戦で敗退した。アマチュア時代の全戦績は257戦230勝25敗に分け、チェコにはまだプロの土壌ができていなかったため、 コネチはドイツに渡りプロに転校する。2001年6月22日、プロデビュー。2002年4月13日、ドイツインターナショナルスーパーウェルター級王者アルター、リリナジと対戦。3回 TKO 勝ちで、王座獲得に成功し、その後2度防衛した。2003年10月17日、アジーズダーリとエブヨーロッパ連合スーパーウェルター級、王座決定戦を行い。 10回判定勝ちで王座獲得に成功。2004年7月17日、ドイツインターナショナルスーパーウェルター級王者、ムラド・マクブドブと対戦。10回判定勝ちで王座返りきに成功。2004年9月10日、ルーベン・バローンと行い、1から2の僅差判定負け。初黒星を喫し、王座から陥落した。2005年9月20日、 アンダーソン・クレイトンと WBO、インターコンチネンタルスーパーウェルター級王座、決定戦を行い、3回 TKO 勝ち、王座獲得に成功。2006年3月10日、ミッチェル・ピチリボとエブ・ヨーロッパ連合スーパーウェルター級王座、決定戦を行い、2回にダウンを奪うも、決定打を書き、0から3の判定負け、王座帰り先ならず、 2005年5月9日、アンテビリックと IBF インターコンチネンタル並びに WBO インターコンチネンタルスーパーウェルター級王座決定戦を行い、IBF インターコンチネンタル王座獲得、WBO インターコンチネンタル王座獲得に成功した。2008年4月26日、世界初挑戦、WBO 世界スーパーウェルター級王者、 セルゲイ・ジンジラクと対戦。ジンジラクの技巧に裁かれ0から2の判定負け。2009年3月28日、エブヨーロッパ連合スーパーウェルター級王者、ジミー・コラスと対戦。3から0の僅差判定勝ち、王座を再獲得した。2009年12月30日、母国に帰還し、国内タイトルに初挑戦。 チェコスーパーウェルター級王者アティラキスと対戦し、王座を獲得した。国内タイトルを返上したが、2010年3月12日、今度は、ロヌとト,トランダファーリーと、チェコスーパーウェルター級暫定王座決定戦で対戦。4回 TKO 勝ちで王座を獲得した。2010年9月18日、イギリスバーミンガムにて、エブヨーロッパ連合スーパーウェルター級王者。 マシュー・ホールと対戦。6回に二度ダウンを奪い、レフェリーストップによる TKO 勝ち。三度目の王座を再獲得した。その後一度防衛し、2011年5月27日、WBO インターコンチネンタルスーパーウェルター級王座決定戦を、フセイン・バイラムと対戦。完全にバイラムを翻弄し3カラ0の大差判定勝ち。エブ王座2度目の防衛。 WBO インターコンチネンタル王座獲得は3度目となった。2012年4月5日、生まれ故郷ブルノにあるボドバーリーナにて、サリムラービと WBO 世界スーパーウェルター級暫定王座決定戦を行った。この日は、チェコ国内で初めてとなる世界タイトル戦でリ、場内は満員の監修でチェコ初の世界王者誕生の期待がかかっていた。 ほぼ互角の展開だったが、7回ラービからダウンを奪い、カウントアウト。小勝ちで王座を獲得し、同時に、チェコ初の世界王者となった。2012年10月6日、ウクライナ・キエフのスポーツパレスで、正規王者のザウルベック・バイサングロフと、王座統一戦を行い、0から3の、判定負けを喫し王座統一に失敗。コネチが6ヶ月保持していた、暫定王座は、 正規王座に吸収される形で消滅した。2014年4月19日、現役最後の試合となった、アメリカデビュー戦を、ワシントン DC の DC アーモリーで、ベイブットシュメノフタイバーナード・ホップキンスの前座、WBO 世界ミドル級王者ピーター・クイリンと、対戦するが、2社が109から119、108から120、で0から3の判定敗北となった。 ありがとうございます。